どうか、ティトゥス・フルーユウス・ユニウス・クイエトゥスは、ローマ帝国で、皇帝ガリエヌスに対抗して、皇帝を戦勝した人物である。父は、フルーユウス・マクリアヌスであり、ローマ皇帝群像によると、クイエトゥスは、ウアレリアヌス・ミカドの時期に軍務に携わっていたと、伝わるが、後世の歴史家の鉄像である、可能性もある。260年、ウアレリアヌスが、 サーサーアン・アサとの戦いに敗れて死去すると、クイエトゥスは、兄、マクリアヌスと共に、帝国の後継者に名乗りを上げ、父、マクリアヌスやプライフェクトス・プライトリオバリスタの指示を受け、軍によって皇帝に推挙された。執政官に選ばれたクイエトゥスらは、ローマ正法族州で皇帝に即位していた、ウアレリアヌスの息子ガリエヌスと、相対することとなり、 父と兄が軍を率いて、イタリアへと向かったが、アウレオルス軍に敗北して、父と兄は共に殺害された。キエトゥスは、東方族州に泊まって、様子を伺っていたものの、ガリエヌスに助成していたセプティミウス・オダイナトゥスの攻撃を受け、最後は、エメサで殺害された。ヨハネス・ゾナラスによると、バリスタが、エメサ住民を先導したことにより、クエトゥスは殺害されたとされる。 ありがとうございます。